listening to Shibuya Cross FM. It's Sunny の Shibuya Talking start.はい、皆さんこんにちは、イッツサニーの渋谷トーキング、私パーソナリティを務めさせていただきますお笑い芸人甘味処の加賀谷歩夢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は毎月第2第4木曜日の13時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りさせていただいております。イッツサニーの皆さんの渋谷的女子トークや近い将来バズること間違いなしの個性派そしてユニークな旬なゲストを毎回お迎えしてトレンド情報を発信していきます。改めてイッツサニーの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はイッツサニーのメンバーからこちらの4名の方に来ていただきました。それでは小竹さんの方から自己紹介お願いします。はい、神奈川県出身20歳の小竹芽衣です。よろしくお願いします。お願いしますはい、埼玉県出身21歳石成若菜です。よろしくお願いします。お願いします。はい、福岡県出身21歳の松尾美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、宮崎県出身22歳の山田香乃子です。よろしくお願いします。お願いします。ということでこちらの4名でお送りしていきます。はい、松尾さんは今回が初登場ということで、はい、いかがでしょう、このブースに座った気持ちは。すごくワクワクしてます。頑張ります。ありがとうございます。はい、福岡県ご出身ということで。はい、福岡出身です。もう言われ慣れてると思うんですけど、福岡の方やっぱお綺麗な方がやっぱすごく多いですよねなんか照れますね。なんでこんなにお綺麗な方が多いのかなというぐらいで、まあ、言われ慣れてるという感じをすごいいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回の当番いわゆるアシスタントは小竹芽衣さんにやっていただきます。よろしくお願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いしますということで小竹さん、このイッツサニーのメンバー、はい、今日この4名ですけれども、はい、最近はいかがでしょうか、イッツサニーの状態は。そうですね、はい、最近は結構ライブとかが立て込んでいて、はい、こうしん、なんだろう、長いレッスンというよりはこう皆様にの前に立つことが多いので、本当にたくさんの方に会えて嬉しいですし、これからもっとたくさんの方に出会えるきっかけになったらなって思いますあら、いいこと言いますね、本当に。びっくりだ。ということで、お三方は何かこう言いたいこととかあります？大丈夫ですか？そうですね、なんか何話そうってさっき話して、うん、今年入ってやらかしたことを話そうっていう話になったんですけど、私は配信とかでもお話ししたんですけど、はい、1月の2日に大こけをして。大こけ道路で道路で道路でズコーってこけてしまって、ストッキングも血だらけになって、血だらけのまま電車に乗って家まで帰りました。なんでこけたのそれなんで大こけ、つまずいたの、滑ったの。ヒール履いてたんですよね。なるほど、はい、気づいたらこけてました、まあ、ヒール履いてただけじゃ理由なんないですけど、それぐらいこけちゃったってことね。今傷大丈夫ですか？はい、なんかあざです。あざ、あ、もう気をつけてくださいね。はい、気をつけます松尾さんは普段やらかしたことは。やらかしたこと、やらかしたっていうか、はい、やらかしたのか、帰省してて福岡に、はいはいはい、で、行きがけはまあ普通に大丈夫だったんですけど、帰りがけがちょっと新幹線取れなくて、あ、新幹線じゃない、飛行機が取れなくて、はいはいはい、で新幹線で帰ったんですね、福岡から東京まで。で、私普通に指定席を取ってて、はい、で普通やったら乗れるじゃないですか、座れるじゃないですか、もちろん指定席、うんうん、予約してた席、うんうん、でも時間違うのに乗っちゃってだからそんなことある。もう、うん、そう、それで自由席、うん、もう待ってと思って自由席で空いてる席を探そうも、うん、こう年末年始だからめっちゃ人いて、うん、みんな立ってる状態なんですよ、うん、で私はそのだから福岡から東京まで立ったまんま、うん、ほう、え、そう、5時間約立ち続けたのよ、そのもうずっと捕まってコンサートより大変じゃないですか。いや、本当にもう死ぬかと思いました絶対それやらかしたことですよね。やらかしました。これやらかしたのかなとか最初疑問に思ってましたけど、薄くなっちゃうからやめてほしいだんだん濃くなっていく、だんだん濃くなって、多分のこちゃん一番濃い。そうですね、やっぱ宮崎の女はやらかすって聞いてるんで。この後言いたくないんですけど。全然全然全然。え、なんか
オンライン授業、最近オンライン授業なんですけど、はいはいはい、なんかミュートが外れてることに気づかなくて、ほう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 、メンバーの配信を見てたんですよ、今イベント中で応援、それが全部なんかクラスの子に聞かれてて、ま、声で先生に怒られました。でもいいアピールというかいい宣伝にはなったんじゃないですか。あ、まあ何してんのみたいな。何してんの本当ですよね。そうですね、みんなおちょこちょいなのかな、じゃあ3人のメンバーは。そうですね、私はまあ何もやらかさず自分だけ守りに入るの自分だけできる感出さないで。良くない良くない。でもね、噂はね、みんなちょっと天然とかいろいろ噂は聞いてるので、あの今後もね、おーじゃない、新幹線の時間乗り間違えた子がおーじゃないんですよ、絶対ドジっ子なんですよ。なんでこれからもね、ちょっとそういう裏話を聞いていくと思いますんで、今後とも皆さん来た時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、それでは早速最初のコーナーをやっていきたいと思います。最初のコーナーは私ってこんな人ということで、ここからはイッツ3人のメンバーをさらに知っていただこうということで、30秒の時間をご用意しております。その中で自分の特技やチャームポイントなどを何でもいいので、この渋谷クロス FM を見ていただいているリスナーの方たちに自分自身を最大限にアピールしていただきたいと思います。ということで今回は初登場の松尾さんにお願いしたいと思います。準備の方大丈夫でしょうか。はい、じゃあ小竹さんお願いします。はい、はい、よーいスタート。はい、ポンポンポンミーポーン。はい、福岡県出身、20歳じゃなくて21歳になりました、ミーポンこと松尾美優と言います。私は食べることが大好きで、料理も大好きで、美容が大好きです。最近ハマってる美容法は、スチーマーですね。お風呂上がりにスチーマーを浴びてスキンケアをすることにハマってます。よっ、ぴったり、ぴったりすごい、ね、新幹線乗り間違えるのになんでここは、はい、こういうのはちゃんとやりきるタイプなんですよ。できた時だけそう言うよね。あ、もう美容にやっぱり興味があるということで。そうですね、美容が大好きです。じゃあ皆さんもメイクを触ったりとかいろいろするんですか、そういうのは。フルメイクしてもらったりしました。私もしてもらいました。完全にお任せパターンですか。もうじゃあみんなのちょっとアドバイスしたり。そうですね、うん、メイクとか、はい、このメンバーにはこのメイクが合うよとかいろいろやっぱパターンあるんですか。そうですね、やっぱりなんかこう似合う色とか、そのメイク方法とかあるから、それを提案してあげたりとかありますね。ちょっと楽しみですね。ちょっとマスクが本当は取れたらね、うん、皆さんもね、取れたら見えるんですけれども、ね、小竹さん、あれ、髪切った？いや、いや、ごめんなさい、タモさんみたいで、ごめんなさい。いや、ちょっとだけ、髪の量を減らしました。あ、なるほど。はい、気持ちだけ。はい、すごい変化に気づかれるの。すごい、モテます、モテますよ。すごい、モテる。ちなみに、言い慣れてる、あんまり気づかれない。言い慣れてる。ね、最初に振ろうと思ってたんですけど、来た時にも気づいてたんですけど、なんかいきなり言ったら気持ち悪い人だなって。すいません、本当に。あ、じゃあちょっと美容のことはこれからもね、ちょっとこの後もいろいろお話聞きたいと思うので、はいはい、ちょっと松尾さん頑張って喋ってください。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ということで、本日1曲目をお送りいたします。曲はイッツサニーでシュワシュワラブリー。「じいじいたいや」
ただいたのはイッツサニーでシュワシュワラブリーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは教えて坂本さん。イエーイ。こちらのコーナーは起業家教育の専門家である一般財団法人立志財団理事長の坂本範彦さんにお越しいただき、普段聞けない起業にまつわる裏話やマル秘情報を教えていただくコーナーになります。坂本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで坂本さん、お越しいただきましたけれども、改めて自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、私ですね、立志財団の坂本と申しまして、今起業家の育成ですね、起業塾とか、経営を教える塾とかですね、そういったのをさせていただきまして、これから起業したい方とか独立したい方の、サポートをさせていただいております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。起業家教育の専門家ということで坂本さん、はいはい、こう具体的にどういったことをされているのかちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、私はですね、サラリーマンの方とかで、ちょっと会社勤めがなかなかちょっと合わないなとかっていう方にですね、これから独立したいなとか、お店開きたいなとかっていう方にですね、どうやったら独立できるのか、で独立してからちゃんとね、収入がちゃんと取れるように、どう売り上げ立てていけばいいのかとかっていうところをですね、セミナーとか研修とかをさせていただいて、指導をさせていただいてるみたいな、そんなお仕事をしております。なるほど、起業してちゃんとそれでご飯が食べていけるようにということで。そうですね、一番大事なところですからね。そうですね、やっぱりね、最初ね、そこがやっぱりね、ちゃんとご飯食べれるかっていうところがやっぱり大事ですからね。なるほど、はい、いや、ちょっと今日は勉強させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。で、イッツサニーのメンバーは、起業っていう聞いてどんなイメージがございますか。起業、企業じゃないですよ。もう山田さん、起業って分かります？会社を起こす、立ち上げる。今日一番の拍手いただきました。ありがとうございます。ちょっとね、難しいイメージがねあるかと思うんですけれど、お金持ち、あ、確かに。なんか起業してる方すごい お金持ち、豪邸に住んでるイメージが。確かに。これ坂本さん、あながち間違ってない？そういう人もいるし、そうじゃない人もいるなっていう。でもイメージはありますよね。そうです、はい、あります。お金持ちということで、せっかく今日は坂本さんに来ていただいたので、はい、起業に関してちょっといろいろ皆さんでご質問させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、イッツサニーのメンバー、起業に関して聞きたいことはございますか？はい、じゃあ石成さん。はい、私 の大学の友人とかでも、はい、結構起業のための、活動をもう今始めてる友人とかがいるんですけど、はい、なんかその起業するにあたって、はい、なんか向いてる人とか、はい、こういう人は向いてるとか、そういうなんかあるんですかね、そういうのって。そうですね、やっぱり向き不向き、不向きってあるなと思ってて、はい、でやっぱりなんだろうな、どっちかというとあんまり指示されて動く方が得意な人はあんまり向いてないかなっていう感じですね。なんか要はどっかね、会社入って、そこの言う通りじゃないですけれど、言われる通りに仕事する方が、そっちがいいっていう人もいるんで、そういう人はやっぱり会社員の方がいいと思うんですけれども、なんかあんまり人の言うことを聞いてやってるのはちょっと面白くないなっていうような、自分でやっぱり、ね、決めて、自己責任でやりたいなっていう方はやっぱり企業に向いてるかなっていうのはありますね。ちょっとイッツサニーのメンバー、ドジっ子が多いらしいんですけど。あ、本当ですか。はい、そういう子でも別に、はい、なんとかドジっ子でも、それをサポートしてくれる仲間がいると、うまくいきやすいですね。だから、はい、いい仲間を見つけていくっていうのはすごく大事かなと思います、ね、なるほど。じゃあ私にも可能性ありますから。もう全然ありますね。ありがとうございます。そうすか。でも取ったチケットと違う新幹線乗っちゃう子とかもいるらしいんですけど、ね、そうですね。でも僕も飛行機間違えたことあるので。じゃあ大丈夫。あ、よかったです。はい、ということで他にありますか、起業に関してご質問は。はい、山田さん。なんか起業ってたくさんあると思うんですけど、人気な企業とか、この企業だけはやめといた方がいいよとか、そういうのってあるんですか？そうですね、やっぱり今、そうですね、やっぱり人気とかってなるとね、やっぱり今やっぱ IT とかそっち系のね、なんかそういうプログラミング勉強してやっていくみたいな人はやっぱり多かったりとかしますし、あとはやっぱりご自身で資格を取って、それをもとにお仕事していくみたいな感じですかね。そういうのはやっぱり人気ですね。なるほど、はい。
逆になんかやめておけばいいのはどうでしょうね、 何がやめといた方がいいかなと思う。でも結構意外とね、なんか本当何でもお仕事になるっていうのがあって、僕の知り合いの方はね、趣味だったバイク、そんなバイクが好きでバイクに乗るのが趣味で、それを今教えるお仕事っていうので起業してたりとかもするので、そんなのもあるんですか。そうなんですよ。だからちょっと本当ね、これすぐにお仕事にならなさそうだなっていうのもね、意外とちょっと見方を変えるとお仕事になったりとかっていうのもあるので、はい、結構夢がありますね。あ、そうなんです、はい、やっぱ自分の好きなこととかやりたいことをちゃんと、形にしていくっていうのが、はい、僕らがさせていただいてるお仕事かなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんだろう、山田さん今度聞かせてくださいね、なんか起業するイメージ湧いたら。はい、もちろん期待してます。そうにないです、はい、サポートしてくださいおんぶに抱っこで、おんぶに抱っこで、坂本さんその時はよろしくお願いしますはい、ぜひぜひ、はい、ということで他にございますか、企業で聞きたいことというのは。はい、いいですか。じゃあ松尾さん満を持して、はい、どうぞ。私は実はちょっと、まあ、アイドル卒業、まあ、ちょっと気が早いですけど、はい、卒業したら起業したいなって思っていて。すごい、素晴らしい。まあ、すごい私事なんですけど、はい、美容師の国家資格持ってたりとか、なんか美容に関する資格とかネイル、メイクとか持ってて、いくつか、うん、でそれも仕事にしたいなって思っていて、うん、でそれこそさっき話を聞いていて、自分で動きたいタイプなんですよ、はい、人から言われるっていうよりかは、はいはい、なのでいつ なんか美容のサロンとか、はい、なんか、うん、ブランドとかプロデュースしてみたいなとかいうふうに思っているんですけど、うんうん、はい、何かアドバイスがあれば教えてほしいです。あ、ぜひ。はい、ありがとうございます。すごいね、そんなすごいすごい方がいるとは思いませんでしたでもすごいね、でも夢があって素敵だなと思うんで、うん、でこれからやるときに僕よく言うのは、なんだろうな、うまくいってる人をですね、やっぱりたくさん見てほしいなと思って、うん、なるほど。例えば美容のお仕事でも、例えばネイルのお仕事とかでも、人によってやり方全然違うんですよね、はい、はい、その発信の方法もね、例えばインスタ使ってやってる人もいれば、それこそね、ツイッター重視でやる人もいれば、それこそ、うん、まあ、そういうの使わずにね、もうやってる方もいればっていう形で、ね、美容のお仕事って言ってもやり方はいっぱいあるので、なんかそういううまくいってる人をたくさん見て、なんだ、真似して、いいところを真似していくっていうか、はい、で自分なりのスタイルみたいなのを早く作っていけると、うん、自分らしい企業っていうのができるのかなと思うので、はいはい、なんで周りでもしそういう人がいたら、うん、はい、ぜひその人の近くに行って、どんな風にやってんのって聞いていくといいかな。なるほど。やっぱ真似をするのが早いんですね。ちょっと、そうですね、いいところとか。そうなんです。やっぱ最初に、うん、いきなり独自でオリジナルでやろうとすると、やっぱどうしても時間かかったりとか、うまくいかなかったりとかするので、うん、早くその真似する人を、まあ、見つけるというか、はい、うん、でそれも一人だけだとですね、結構その人のやり方だったりするので、うん、自分とちょっと合わない時があるんで、うん、何人か3人ぐらいそういう人を見つけておくと、うん、あ、この人はこんな感じだな、この人はこんな感じだなって、じゃあ自分はこんな感じが合うなっていう形でやっていくと非常にいいかなと思いますね、うん、すごい勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと後でお二人でちょっといろいろ話し合ってね。そうですね、ぜひぜひ、こと もっと詳しく聞いて、はい、人の真似をするのが最初大事そうですね、いろんなパターンをということ で、ね、いや、もうすごく勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。でまだまだね、お伺いしたいことがたくさんあるんですけれども、はい、まあ後でここにちょっといろいろご相談させていただくということで、はい、坂本さんの方で、はい、告知があるということで、はい、ぜひちょっとお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます、私の書籍の方なんですけど、ありがとうございます、持っていただいてですね、はい、で私の書籍ですね、こちら6つの不安がなくなればあなたの起業は絶対成功するっていう本なんですけれども、はい、こちらね、起業する前の方がですね、まあ、悩む6つの不安というのがありまして、そもそもビジネスのアイデアどうしようかなとか、あと本当に収入ね、取れるかなとか、いろんな悩みがあると思うんですけれども、それに、まあ、お答えしている、まあ、本ですんで、はい、まあ、これから起業とか考えてるとか独立考えてるって方はですね、ぜひ一度手に取って読んでいただけると非常に参考になると思いますんで、はい、すごい、そうなんですね、はい、もうバッチリ書いておりますんで、帰り道買って帰ってくださいね、はい、ナイスアピール、ナイスアピール、ありがとうございます。ということで
松尾さんは今日中に全部読むそうなんで、はい、もうぜひ、はい、もう熟読しますあ、ぜひぜひもう持って帰って読んでいただけたらと思いますんで、はい、ということで、じゃあぜひこの本もね、皆さんお手に取って買っていただければなと思います、はい、お願いします。はい、ということで坂本さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ尾崎さん、曲振りの方お願いいたします。はい、次の曲は It's Sunny でファンタスティックラバーやからお聞きいただいたのは It's Sunny でファンタスティックラバーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは昼間から生ゲスト。はい、ということでこちらのコーナーは今をときめく旬なゲストを毎回お迎えして、ここ渋谷から情報発信をしていくコーナーです。今回のゲストは現在アーティストやモデル、タレント、女優などマルチに活躍されているまひろさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで、まひろさん改めて自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、はじめまして、まひろです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このイントネーションでメロメロでございますけれども、いやいやいやそんな。で、皆さんご存知の方も多いと思いますが、まひろさんは乃木坂46の元メンバーで、はい、ダンスや歌などパフォーマンス力が高いということで知られていると思うのですけれども、もともとアイドルを目指したきっかけは何だったんですかということで。はい、はい、私、きっかけは何個かあるんですけれども、はい、一番のきっかけは子供の時から安室奈美恵さんが大好きで、もうその魅力が一つだけではなくて、かっこいい、かわいい、セクシー、歌、ダンス、上手、ファッショナブルってもう全部を兼ね揃えてるから、自分も将来このような女性になって、たくさんの人に夢を与えたいっていうのがもう子供の時からの夢で、それがきっかけです。安室奈美恵さんが、はい、僕なんかオンタイムなんでね、はい、もうこれで一番好きな曲とか選べないんですか。やっぱもう全部好きですか。もういっぱいありますけれども、はい、私結構90年代の楽曲とかが好きで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は大好きで、はい、ドンピシャですね。で裏でたくさん話しましょうか。安室さんトーク、はい、はい、ということです。これせっかくの機会なんでね、大先輩である真宙さんに、はい、イッツサニーのメンバーからせっかくなんでね、聞きたいことを今日は全部聞いていただこうということで。いやいや、そんなもん。もうじゃあぜひ質問がある方は挙手の方お願いします。はい、じゃあ小竹さん。私すごいステージに立つときに緊張しやすくって、はい、毎回その日お腹痛くなってお腹壊しちゃって、で舞台ギリギリまでずっとお腹痛いお腹痛いってなっちゃうんですけど、こう緊張した時のいい対策方法とかありますか。ぜひ。歌とダンスのステージで緊張するって、はい、そうですね。でもやっぱり自信がない時の方が緊張しません？あ、だから、はい、なんか緊張したくないからもう大丈夫やっていうぐらい練習私はしまくります。なるほど。あとは何だろう、でもやっぱりこうメンバーの肌に触れるだけでもギューってしてもらうとか、手握ってもらうだけでもだいぶリラックスできると思うから、メンバーにひっついたり、乃木坂の時は結構メンバー同士でひっついたりしてましたかね。はい、なんか大したこと言えなくてごめん。じゃあ返して猛練習して次のライブはちょっと若菜ちゃんに若菜ちゃんひっついてもらいます。私も若菜ちゃんだけなんだ。若菜ちゃんで。ご指名入りました。まあそうですね、自信がつくぐらい練習してってことですね。それがやっぱ一番緊張しないということです。そうですね、ごもっともですね。ぐうの音も出ませんでしたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ他に行きましょう。はい、山田さん。アイドルって、はい、なんか楽しいことばっかりじゃなくて、やっぱ悩むこともたまにあると思うんですけど、はい、そういう時のモチベーションの上げ方教えていただきたいです。こう諦めそうになったり嫌になっちゃった時ってこと。そうですね。まあ私はすごい寂しい時とか辛いこといっぱいあったけど、結局この道選んだの自分じゃないですか。そう思ったら全部頑張れるんですよね。なるほど。なんかそういうことがあるって分かっててもこの道を選んだんじゃないですか自分は。はい、うん、かな。なんか他を犠牲にしてでも絶対この夢頑張ったる叶えたるぐらいの気持ちでやり過ごす。はい、頑張ります。はい、ごめん後ろやから。いや全然すごい角度になっちゃう。ありがとうございます。いやもう本当哲学的なね、なんかもう相田光雄さんのこう紹介に出てきそうなの。自分で決めた道だから、はい、うん、あとは1日1回好きな食べ物食べる。あそれもモチベーションに、うん、ご褒美として。ご褒美自分にご褒美をね、うん、なる。山田さんいかがでした。もうなんか真宙さんに言っていただけただけで頑張れそうです。頑張れ、頑張ろう。頑張れもうずっと緊張してますからね、今日ね。ずっと緊張してます。ありがとうございます。さあ他に質問。はい、石成さん。石成さんどうぞ。本当真宙さんお顔も小さいし、なんか華奢で足なんか細くてもうスレンダーで、いやいやいや、もう本当に憧れなんですけど、
私も今ちょうどダイエット頑張ろうと思っている時期で、はい、その何か体型維持のために普段からしていることとか、うん、あの急激にあのスタイルをよく見せるとき見せたいとき、うん、なんか大事な撮影前とかとかになんかしていることとかって何かあったりしますか？急激に痩せることは難しいけど、うん、普段から代謝を上げた方が絶対脂肪って燃焼されるから、はい、まあそんな無理しない程度の筋トレとか、あとは私の場合は有酸素運動が効くから、手っ取り早く痩せたいっていう時はランニングしちゃう。あ、そうなんですね。うん、まあ、この時期はほんまに耳がもう冷凍庫みたいに寒いですけど、寒そう。あとは塩分控えるとか寝る前、まあ、とか、あとは3日ぐらいで手っ取り早く痩せたいって時は納豆キムチ豆腐を夜ご飯にしちゃったらだいぶ変わります。いいこと聞いたっすね。じゃあもう今日から毎日納豆キムチ純粋だね。純粋か、本当に。いやいや、すごいアドバイスありがとうございます。ありがとうございます。せっかくだから松尾さんも。いいですか？すごい、歌とかダンスとか上手っていうのをすごい、もう知っているから、はい、もうずっと決めてたんですけど、はい、私はなんかその、うん、歌とか、うん、もっと上手くなりたいし、はいはい、ダンスもメンバーの中で一番覚えるの遅かったりとか、うん、ちょっといろいろ悩みがあって、うん、そういうのってこうどうやってこう上達はいはいはい、していったらいいのかなって、うん、なんかコツとかあれば教えてほしいです。ダンスの覚え、でもグループやから助け合えるから、例えば乃木坂の時とかやったらもう全然できる子に聞いちゃう、苦手な子はできる子に聞いちゃって、なんか夜遅い時間でもいいから1対1で一緒に練習してもらうとか、同じメンバーやからもう一人で練習してよとか多分思わないし、他のメンバーも、そこは助け合ったらいいと思うし、うん、歌も、はい、歌ですね。歌も同じフレーズをずっとできるまで歌い続ける、じゃあなんか次知らん間にそこが歌えるようになってたりとか、うん、繰り返しですね。ゆっくりのペースからでいいから、はい、じゃあ次早いペースでも歌えるようになったりとかするかな。はい、ありがとうございます。松尾さんも練習に頑張ります。企業の準備忙しいけど、ね、はい、ちょっと頑張ります。で、真宏さんなんですけれども、はい、昨年の7月23日に、はい、ファーストシングル GDBD をリリースされたということで、はい、こちらの楽曲はサウンドプロデューサーに新崎浦さんを迎えられて作られたということですけど、はい、どういった楽曲なんでしょう？はい、GDBD は、はい、あの朝昼夜いつでも聴けるようなちょっと心地よいテンポの曲なんですけど、カフェの BGM っぽくって、この GDBD はグッドデイベターデイの頭文字を取ってるんですよ。グッドグッドデイベターデイ、でその意味は、あの私よくカフェで一人でコーヒー飲んでるんですけど、その時に一人の時間もまあいいけど、二人でおったら好きな人とか友達とか二人でおったらもっといい時間よなって思ったのがきっかけでこの曲ができて、ベターデイ、もっといい日っていうこと、それでグッドデイ、そうベターデイで、そういう感じの曲になっております。なるほど、はい、でジャケットもこのカフェっぽい感じで、うんうん、そうなの、私がアイスラテとかラテが大好きなんで、もうそのアイスラテの絵をそのままジャケット写真にしました、うんうん、でこう非常におしゃれな感じだったんですけれども、ありがとうございます。なんか制作にあたって大変だったこととかあります？あ、でもそのレコーディングが、私も今までグループ乃木坂46で韓国にいた時もグループやったので、今回ソロでのレコーディングが初めてで、全部フルで一人で歌うじゃないですか、コーラスとかフルとか、でそういうのがすごい新鮮で、ちょっと難しいこともあったけど楽しかったです。あ、結局全てトータル込めて楽しかったです。はい、この後もいろいろねお話を聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあ真宏さん、ここで1曲お送りしたいと思うので、はい、曲振りをお願いしてよろしいでしょうか？はい、それでは聞いてください。真宏で GDBD。
お聞きいただいたのはまひろさんで GDBD でした。まひろさん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。でここからなんですけれども、実はまひろさんのオフィシャルファンクラブサイトまひろスタジオで今回の渋谷トーキングの出演にあたり、ファンの方々にお便りを募集されたということで、はい、ちょっとたくさんいただいたんですけれども、はい、ちょっとまひろさんに こちらの中から質問に答えていただきたいなと、わかりました、思っておりますので、よろしいでしょうか。はい、はい、まずは一つ目、2022年に挑戦してみたいことはありますか。はい、挑戦してみたいこと、はい、あ、でも TikTok をもっと本格的にしたいなと思ってまして、はい、去年始めたんですけど、あまり詳しいことが分かんなくって、でも今 Z 世代とかでも TikTok めっちゃ流行ってるじゃないですか。だから今年はもっとこう回数、撮る回数増やしたり、流行りの歌とかダンスチェックして投稿していきたいなと思ってます。僕まひろさんのこういうのなんか見ました。なんかあー、なんかハッピーメリークリスマス、 ありがとうございます。面白くないとか、ありがとうございます、見てくださって。いや、今度からまた TikTok にも力入れたいと。はい、入れたいです。いいことです。チェックお願いします。はい、皆さんチェックお願いします。そしてもう一ついいですか。はい、この質問なんですけれども、はい、どうやったら、まひろさんみたいに綺麗で白い歯になりますかということなんですけど。黄色いんかな、その人かもしれませんね。黄色いかも。でもあの、私さっき言ったけど、はい、ラテとか大好きで毎日茶色いものを食べたり飲んだりするから、歯のケアは気をつけてて、はい、で普通にそんなお金かけずに、そのホワイトニング効果のある歯ブラシ粉、歯磨き粉とかを毎日使ったりはしてます。一応そういうのはちゃんとしてます、はい、あとなんか最近手軽にホワイトニングできるお店とかもあるみたいなので、行ってみたらいいと思いますよ。どうでしょう、行ってみたらいいと思いますよって、行ってください。ぜひ行ってください。はい、ありがとうございます。はい、そしてあのイッツサニーの方にもあのお便りが来てますんで、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ラジオネーム天網開会さんからです。時間差でいつも楽しませていただいてます。今までやっていたり、あるいはやりたいのだけど、今はどうしても都合がつかずできてないやりたいことなどがあれば教えてくださいということなんですけれども、イッツサニーのメンバーいかがでしょうか。松尾さん、さっき起業もね、やりたいなんて言ってましたけれども、はい、そうですね、そうですね、やりたいことですか。はい、今年、うん、今年、うん、やりたいこと、そうですね、うん、私もあの、うん、SNS とかを今、ツイッター、インスタ、TikTok、あと、まあ、配信だとショールームとかやってるんですけど、うん、そうですね、毎日今ショールーム配信はしてるんですけど、うん、すごい、なんか毎日投稿、その、うん、インスタ、TikTok とか、うんうん、なんかこう、SNS の発信をこれからこうたくさん頑張っていきたいなと思います。うん、あら、はい、一緒で頑張ってください。じゃあ、はい、頑張ります。石成さん、ございます。私はあのもともと中学生の時に吹奏楽部に入ってて、あの打楽器をやってたんですけど、うん、乃木坂さんってなんかバンドとかやられてたじゃないですか。はい、私もイッツサニーでもなんかバンドとかやってみたいなと思ってて、うん、私ドラムが一応ちょっとだけできるので、うん、今年挑戦できたらいいなって思ってます。おー、いいですね。深いですか。深い。期待してます。次会うときはあの首にコルセット巻いてないので。山田さんは、ちょっとこれ叶うかわからないんですけど、ぜひぜひ。なんかイッツサニーって清楚をコンセプトとしてるんですね。はい、なのでみんな黒髪ストレートでライブをしてるんですけど、いつかハイトーンにも挑戦してみたいなって思って。いいじゃん。いいことだと思います。プロデューサーが許してくれるまで。皆さんもちょっとそれ見てみたいと思いますんで、うん、ぜひいつかね、いつか、はい、いつか叶えたいです。うん、ちょっと期待してます。可愛いと思います。はい、小竹さん、はい、あります。お披露目会とかでも湘南ベルマーレさんのハーフタイムショーでやらせていただいたんですけど、やっぱこうベルマーレさんと関わりがすごく大きいので、自分サッカーを習っていて、サッカーをするのがもうすごい好きなので、やっぱこういうサッカー関連のお仕事とかをもっとたくさんいただけるようになりたいなって思ってます。かっこいい。かっこいいですね。いっぱいオファーがあると思うので、うん、その際はぜひ頑張っていただいて。待ってます。アピールアピールアピールしていて。
待ってます。萩尾さん待ってます。ありがとうございます。ということで、もうあっという間にね、生放送なんで駆け抜けてしまうんですけれども、牧野さん、はい、いろいろ告知などございましたら、ぜひ。そう、はい、告知したいことがあるんですけど、まだギリギリできなくって、でも2月にすごいハッピーなあのニュースが、ニュース？ハッピーな告知があるので、もうちょっとあの待っててください。あら、いろいろ匂いますね。匂わせで。マスク越しでも匂いますね。でもファンの人とはそのファンクラブ内で結構距離近めでいろいろトークとか配信とかしてるんで、うん、はい、もしもっと私と距離近くなりたいよっていう方がいらっしゃったらファンクラブ登録してください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、イッツサニーの方からも告知がございましたらお願いいたします。はい、今週の土曜日29日に有楽町のオルタナティブシアターというところで、対バンのライブをさせていただきます。そして、時間は13時10分からだった気がします。はい、で、ミクチャというあの配信アプリにてネクストアイドル2022というアイドルフェス出演をかけたイベントに参加しているので、ぜひ応援しに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん応援のほどよろしくお願いします。お願いします。ということで、今週は真宙さんにゲストにお越しいただいたんですけれども、はい、どうでしたか、この渋谷のクロス FM の生放送。渋谷は私ここすごく通るんで、はい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 、私がここに来れると思ってなかったのですごく嬉しかったです。ありがとうございます。あの寒い中皆さん、外でずっと見てくださってる方もありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ機会があれば呼んでください。また、ね、あのもしかしたらその、はい、さっきのねプンプン匂わせてた、あプンプン匂わせてる件 で、 また、ね、来月あたりとかもね、ぜひお越しいただければなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。終始緊張していた山田さん、どうでした。今日真宙さん目の前で、私乃木坂46さんから、はい、がきっかけでアイドルを目指すようになったので、本当に夢のような時間でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当に緊張してるみたい。伝わってくる。伝わってくるですね。小田木さんとかどうでした、真宙さんとお会いできて。そうですね、本当に自分たちが目標としているアイドルさんで、本当になんか大先輩でこう会うのがなんか怖かったりするのかなってちょっと思ったりもしてたんですけど、本当になんかこんな後輩の自分たちにもすごい気さくに話しかけてくださって、あの本当になんかすごい性格も良くて、写真を気にするところしかも本当にないです。ありがとう。ありがとういただきました。いいことばっかりいっぱい言われてね、真宙さん、ね、嬉しいです。今日はいい夢見れそうです。僕なんかね、あの前真宙さんで番組でご覧になった時に、はい、なんか四字熟語の二足三文っていうのを、はい、あれをやっぱ203円って答えてるの、それがものすごく面白くて、なんかお笑いの勉強もさせていただけるかなと思いました。アホアホなんで私もバラエティ出たらもう大爆笑しちゃったんで、今後ともちょっと勉強させていただければと。いや3人のメンバーとともによろしくお願いします。お願いします。じゃあまたもしよかったら来月来ていただければな、はい、よろしくお願いします。ということでお時間になりますので、皆さんこちらのカメラの方に向かってよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。